今日は焼きプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はプリンを作りたいと思います。はい、ということで今回の焼きプリンはですね、トースターで簡単に作れるレシピをご紹介します。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、卵、卵黄、お砂糖、バニラオイル。今回はこちらの5つの材料でプリン生地を作っていきます。卵なんですけれども、全卵2つに卵黄1つ入れていきます。そうすることでとても濃厚でリッチな仕上がりになります。卵黄1つ使うので卵白が余ると思います。その場合はですね、私のチャンネルで卵白だけを使った簡単なレシピもご紹介しているので、概要欄に貼っておくので、ぜひそちらをチェックしてみてください。そして今回はこちらバニラオイルを使っていきます。こちらのバニラオイルない場合はバニラエッセンスで代用していただいても OK です。バニラエッセンスはね、熱に弱いので少し香りが弱くなりますが、入れていただくといいかなと思います。でこちらね、両方ない場合は入れなくても OK です。そしてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。お砂糖、お水、お湯。カラメルソースはこちらの3つの材料で作っていきたいと思います。今回カラメルソースはフライパンでね、簡単に作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。それではまずはじめにカラメルソースから作っていきます。まずフライパンに砂糖を入れます。で砂糖はできるだけね、1箇所にまとめて入れるようにしてください。そしてこのお砂糖をめがけてお水を加えます。でこの水が砂糖全体に浸透するまで待ってください。はい、このように全部浸透しました。そしたら火にかけます。火加減は中火で、まずね、この周りの色が変わるまで加熱していきます。色が変わるまでは絶対中身は触らないようにしてください。ここで混ぜてしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。そしてね、あと蓋も使うので必ず蓋も準備しておいてください。そしてですね、カラメルソースを作るときは換気扇の付け忘れには十分注意してください。はい、少しね、周りの色が変わってきました。そしたらフライパンを持ち上げて、このようにフライパンを回しながら加熱していきます。そして色を均一にさせましょう。でこんな感じでだんだんきつね色になってきました。でこのぐらいの色味になったら火加減は弱火にしてください。そして程よいね、カラメル色になるまで加熱していきます。ちょっと換気扇つけます。はい、でこのぐらいのカラメル色になったら火を止めます。で火を止めて蓋を持って、そしてお湯を入れます。でこの時ね、すごく湯気が出るので火傷しないように十分に注意してください。でそしたら蓋を持って少しフライパンを揺すります。でこのフライパンの中のふつふつが落ち着くまで蓋を閉めておきましょう。はい、OK です。ふつふつが落ち着いたら蓋を開けます。こんな感じです。カラメルはこれで OK です。このような仕上がりになってます。お湯を入れるときはね、かなり弾いたり、あと湯気がたくさん出るので、火傷だけには十分に注意して作るようにしてください。それではこちらは器に移しておきます。それでは続いてプリン生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そしてここに卵黄も加えましょう。まずこの卵を溶きほぐします。はい、溶きほぐしました。続いてここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。で材料はね、一つずつね、よく混ぜていただくことでしっかりと生地がなじみます。でお砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。で続いてここに牛乳、そしてバニラオイルを入れます。でこれをよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。それではこちらの卵液を一度茶こしでこします。そうするととても滑らかな仕上がりになります。茶こしでこすときは下に注ぎ口がついてる容器を置いていただくと、後々作業しやすくなります。それでは茶こしでこしていきます。はい、OK です。一度茶こしでこしていただくと、このように白身の塊だったり卵白の膜とか、あとは泡立てた時にできてしまったこういった泡なども取り除くことができます。プリン生地はこれで OK です。そ
それでは容器に流し入れていきます。今回はですねココットの容器に入れていきます。こちら満杯に入れて 110ml のココットです。直径で言うと約7センチですね。こちらのココットを使っていきます。ココットの中に生地を流し入れます。大体ねこの縁の部分ぐらいまで入れていきます。では残りも同じように入れていきます。はい、ココットに生地を入れました。全部で今回は5つできます。こちらは容器の大きさによって変わってくるので目安にしていただけたらと思います。それではトースターで焼いていきます。まずねこういったちょっとね深さのあるトースターで使えるような容器を用意してください。クッキングシートを3枚ぐらい重ねて、そしてそこに敷きます。でここにココットを置いていきましょう。でねこの容器だと4個しか置けないのでまず4個焼きたいと思います。でこちらはねちょっと入らないので後でね焼きたいと思います。そしたらここにお湯を注ぎます。はい、 OK です。それではこちらをトースターで15分ほど焼いていきます。途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。トースターのワット数なんですけれども今回は1000ワットで焼いていきます。温度で言うと200度ぐらいですね。そのぐらいに設定してください。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。そしたらですねこちらの容器から取り出して粗熱を取ります。で粗熱を取って冷ますときは乾燥しないように上にキッチンペーパーをふわっとかぶせておいてください。粗熱が取れてしっかり冷めたら上にラップをして冷蔵庫で半日から1日ほど冷やしてください。そうするととてもしっとりとした仕上がりになります。はい、1日しっかり冷やしました。このようにね綺麗に固まってます。それではね最後こちら作っておいたカラメルソースをかけます。はい、これで完成です。美味しそうに仕上がりました。はい、これで焼きプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。綺麗に仕上がってます。はい、このように中身は滑らかでとても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。昔ながらの焼きプリンっていう感じですね。そしてねプリンがすごく滑らかです。卵の風味もあってかつ甘さもちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の焼きプリンのポイントです。まずカラメルを作る時のポイントなんですけれども、お砂糖とお水をフライパンの中に入れて火にかけたら色が変わるまでは絶対中は触らないようにしてください。ここで中身を触ってしまうとお砂糖は結晶化して固まってしまいます。そしてカラメルを作る時はですね必ず換気扇を回してやるようにしてください。色が変わったらお湯を加えるんですけれども、この時ねかなり湯気が出るのと、あとはカラメルが飛んでくるので必ず蓋でカバーしてお湯を入れて、でお湯を入れたら素早く蓋をするようにしてください。そして卵液を作る時のポイントです。今回全卵2つに卵黄1つ加えました。そうすることで卵感がしっかり出てとても美味しい焼きプリンに仕上がります。そして生地を全部混ぜたら一度茶こしでこすようにしてください。そうすると混ざりきらなかった卵白だったりとか、あとは卵黄の膜、そして混ぜた時にできてしまった泡を取り除くことができます。であとはココットの中に入れてトースターで焼くだけなのでとても簡単です。でこのトースターで焼くときはトースターで使えるような耐熱の容器の中にキッチンペーパーを 2,3 枚敷いて、その上に容器を置いて、さらにそこにお湯を張って焼くようにしてください。こういったね容器がない場合は同じようなねトースターなどで使えるこういったココットなどにお湯を入れて一緒に焼くようにしてください。焼いてる時に関してなんですけれども、表面が焦げそうになってきた時は上にアルミホイルをかぶせながら焼くようにしてください。そして焼き終わった後は粗熱をしっかりとって、その後冷蔵庫で半日から1日ほど冷やしてから召し上がっていただけたらと思います。そうすることでとてもしっとりとした美味しい焼きプリンに仕上がります。そしてトースターの温度に関してなんですけれども、温度で言うとだいたい200度前後、ワット数で言うとだいたい1000ワット前後で焼くようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトースターで焼きプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいねフォローシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。